cgs 給金の皆様こんにちは。亀井聡也です。本日もクリエイト、フロム、ローカル、東城さんともにお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ま前回ですね。えまあ、神社の楽しみ方という形で、はい、まあ神社をこういう風に見ながら行くと、ちょっといろんな発想が湧いて楽しいんじゃないですか。というようなお話をいただいたんですが、はい、今日はまあ日常生活の中にまあ。 若い人なんか自分がこう神道をね、えー、なんかこう神道に沿って生きてるとは全く思ってはないとは思うんですけど我々の日常の中にもともと神とつながりがあるようなものがもう文化として張り込んでるんだという,う、ね、ようなお話を今日ちょっと聞きたいなと思っておるんですがはい、はい、あのそもそもやっぱ日本人って無宗教みたいなことをおっしゃる人多いじゃないですか、はい、でまあそれはいいんですよ自分のポリシーの中で。はいうん、でも そのちゃんと知っててそう言えるのか、うん、何も分からずに言ってるのかっていうのは、はい、まあものすごく大きい差だと思うんですよね。だって実際、まあ、何回か前の,その祝祭術の話も、はい、そういう神社神道的な影響も含んでの出来事ではありますから、はい、だから全く無関係っていうわけではないはずなんですよね。うんはい 例えばあの日本人ってやっぱり世界的に見ると非常に個性的であると、はい、でその中であの清潔感が非常に高いみたいなことは言うじゃないですか、うんうん、どこもトイレとか清掃が行き届いていて、はい、中国なんかあの星とかつけないときれいにならなかったぐらいですからね <laughs> からそれは日本ではちゃんとこの五つ星とかつけなくてもきちんと清掃しているとい。はいうんはい でやっぱそこにはその不浄のものを嫌うという部分で「みそぎ」まあ、禊という行為が根底にあった、はい、その流れとしてあのお風呂という入浴の行為にいだっていたりとかっていうのは、はい、やっぱりあるというのは諸説あ,ある中では出てくるんですね。はい、だそういう慣習に結びついてるっていうところもそ一つそうですし特にあの大きいのはに日本酒ですよね。はい あの日本酒はもともと神事の中で、うんえー、生まれてきているものですから、はい、あ,のある意味酷酒なんて言い方もするんですけども、はい、あのそこを最近私たちも忘れがちになってしまっている、はい、ってところもやっぱありますしだから昔、ね、あの酒造メーカーの社長がおっしゃってたんですよね、はい、もともと口上、えー、酒というものがあって、はい、あの巫女さんが新米を 口に入れてそれをつぼにペッペッペッペ,ッペ入ってんですね。はい、でそれすると、えー、アミノ酢とかその自然発酵を流す成分が、まあ、口の中にありましてそれがあの発酵したものをあのお祭りごとの時に村の人たちが集まって湧けあたって飲んでいくと。はい、これがまあ元祖中の元祖みたいなもの、はい、と言われておりまして、はい、一般的にその日本酒が今みたいな感じで飲まれるようになったのはいつぐらいからって言われてるんですか。 ああその詳しい時代まではわからないですけど酒造メーカーの社長さんが言うには酔っ払うわけじゃないですか、ねはい、その酔っ払っているトランス状態が、うん、要するに神様とつながっている、はい、瞬間だっていう。 だから私もよくあの新橋に行けば神様とつながるていっぱいいますよねみたいないや僕酒飲めないて神様とつながれないのかなだってそこの時にその社長が面白いなと思ったのはこれはあのみんな女の子がペッペ吐いたもんだから飲むんだよねみたいなこれ男がペッペ吐いてたら誰もうわっつって飲まないだろうとなるほど そのあたりはちょっとあのやましい感情も本当にもしかしたらあったかもしれないですよね。<laughs> <ん>でも結果としてそういう発行したものがまあその新人の中で使われていくことによってまあそれが定着化していくじゃないですけどもえ今にまあ至っていってるっていうところもやっぱありますし、だからおみきなんて言い方もしますもんね。はい。うん。そうですね。おみきと言いますね。うん。 神と陰って神社ってっていうとお相撲なんかも今国技ね国主国技って言われますけどこれもねから来てるんですよねだから少し残念だなと思ったのが相撲の元祖と言われているのが呑みの宿ネといわれる神様でこれは日本書紀に出てくる神様なんですけどやっぱり東京ですと両国の近くに呑みの宿ネ神社とかってあるんですよ。で私も当然いろんなところに神社写真撮ってますので。 あ,あ、じゃあノミのスクネ神社も取っておこうとノミ、はい、のスクネが祀られている神社ってほとんどないんで、はい、で行くと結構あのガラスが割れてたりとか、あ,<ー>あんまり綺麗にされてなくてですね。はいうん、だからそれやっぱり相撲関係の方が、うん、これはちゃんとやっとかないと本当はいけないんでしょっていうのは思うんですね。なるほどだからここはやっぱりまず心の哀れの部分が、はい、やっぱここ数年相撲業界って。 もう若株も以降長、はい、<う>しててますよね不祥事があって、はい、でもやっぱそこはその元であるそういうところをまずは大事にしながらやっていかないと、うんなはい、説得力がやっぱ湧かないですもんね。うんうん、なるほどそうですねまあだから平安時代ぐらいからやってたんですね洲本さんね。 平の清盛とかのドラマの中でもね、はい、誰が今度のねそういう相撲の真偽を行うんだというような話があって、うんうん、あこの頃からやってたんだなとということでうで,、うん、でもやっぱりそういうルーツを知ってると確かにその今外国人の、ね、横綱が多くてっていう話も、はい、まあ嘆きとしては分からんでもないですよねもともと日本人のあれだったのにそれやり手がいなくなったりとか、まあ、いてもね、うん、そんなに、えー、体もきくないで勝てないんで。 まあ外国の方連れてきてきやってももらううっていうのもとりわけ確か深刻なのがあの地方の,その学校に相撲部がだいぶ減ってきてるのとやる子どもたちがいなくなってるっていうのはよよくく聞くんですよね、はい、うんそれを聞きましただからもう逆に相撲部屋とかも来てもやめちゃうからやめさせないように機嫌取ってるみたいな。 うん、そんな報道もこの間は見ましたよ。さあ、そうですか、ね。ねこうすると、本当ここ二十年三十年経つと。うん、かなり構図としては変わってきちゃうと思います。そうですよね。ですから、それを単なるスポーツで、お金儲けのために、自分なり合いとして。 やるって考えればそれはもうちょっとそうまあお金になるスポーツって言い方悪いですけどちゃんと観客がねもっとついててガンガンお金が入るようなですねあのその後できれば芸能界にも残って活動できるようなって考えちゃうのかもしれませんけどやはりこう国技で神事でありまあそれがうんなんていうかなまあちょっと神様つながるじゃないですけど尊いことをやってるんだというふうに思ってもらうとなんかもう少し。 やってくれる人も増えるんじゃないかな、と思ったりはするんですけどね。ねだから、まあ、ちょっと話はそれてしまうんですけど、その伝統文化を。やっぱ保持するっていう考え方で、はい、申し上げれば。まあ、あの、以前、そのカルジャーバトンの会という会もやってるんですけど。はい、あの、農学士の先生を、まあ、京都からお招きして。<う>お話を聞いたんですけど。はい、やっぱり、あの、農学を。学ぼうとする人たちも、かなり減ってると。はい、で、本当であれば、今。<laughs> 中学校でしたっけ？うん、あの選択科目で、はい、あのダンスが必修になってる、はい。はい、なっちゃいましたね。でもそのダンスってヒップホップなんですよね。はい、あの日本舞踊とか音楽とかではないと。うん、でもどっちが日本古来の伝統的なものかって言ったらそっちじゃないですか。うんうん、なぜそっちの方の選択にはいかないですかね。ああ、なんかやっぱりヒップホップだとまあ産業にもなるので。 ヒップホップを教えることを生りにしてる人たちいるじゃないですかはい、はい、そういう人たちは一生懸命あれをおしあの差し込んだっていうもともとはか武道を入れる時間だったけれども、うんはい、それこそ宗教的に武道できない人もいるから何か他のをしようという中で、まあ、体を動かすっていうことでダンスだったら誰でもできるんじゃないのみたいなそういう中で文科省とのいろんな接触があったっていうを聞いたことがあります。 だから産業目的うあそうなんですね、はい、でもにに日本舞踊とかもねそういう先生はたくさんいらっしゃって、はい、そ,のそういった人たちも仕事がなくなっちゃうわけじゃないですかそうです、ね、いやだから多分ダンス業界はそこそこなんかあるんじゃないですか芸能界ともつながってみたいなだから日本舞踊はそういう,こう芸能界とかプロダクションとはつながってないみたいな。 確かに何ですか。iPad かなんかのシームかなんかすごくいいですよね。はいうん、若い先生が <laughs> iPad かなんかで、はい、ダンスを学んで子供たちの教えるみたいなシームあるじゃないですか、はいはい。あります。見たことあります。でも長い目で見たな、はい、もったいないなと思うんですけども、ね。そうですね。なくなっちゃうものがたくさんあって、やっぱり我々もこういう番組もやらせていただいてあのしてるので、なんかそれこそみんなでね、そういうものをこう応援していくような活動できないかなと思うんですよ。うん、例えば。 あのまあ、私の周りは最近着物、まあ、この番組で出てもらってるんですよ松田由紀さんって方がいらっしゃって、はい、いつもあの着物で出てくださるんですねうん、うん、で彼は人前でお話しするといつも着物ですと、はいう私の1日の隣には茨城市という市があるんですが、はい、そこの市議会議員はです、ね、着物を着て議会に出るんですよ、はい、でそんな許されるんですかって言ったら「<ー>何言ってるんだ神谷君と、はい、日本人の戦争は着物でしょ?と」と、うんうん「君たちが間違ってるんだよ」って言われて <laughs> いや「すいませんでした」っていう。<ー> <laughs> ぐらいで、なんかやっぱりそこまで、やっぱりもう売ってしまえば、うん、議会すらですね、着物でいけるんで、だし。はい、あの、まあ、それが言われてみれば、その通りで、日本人の清掃着物で何が悪いのと。うね、いうことじゃないですか、だから、やっぱり、うん、これでもう感覚とかのものなので。うん、着物、まあ、確かに洋服は機能的でね、はい、活動しやすいかもしれませんが。でも、ちょっとなんかこう、手間暇かけて、着物を着て。うん みんなでそれこそ京都を歩くっていうのはま,あまだ観光の話ですけど大事な時には着物を着ましょうとかと例えば結婚式とかは着物とかでやったり神社でね結婚式をやりましょうよとかあと神社を使ったそのお葬式っていうのもやってくださるとかあるじゃないですか新だからそういうものでこう神社を応援していきましょうとかあと日本の伝統文化をみんなで着物を着て見に行くのを これもうほん個人的にまあ無理なんですけど、はい、感覚としては、はい、本当は神社は宗教法人格ではなくて、はい、公共法人とか、うん、そういった体裁でいただいた方が絶対いいんですよね。はい、だからあのー、新潟の方であの以前地震が起こったことあったじゃないですか、はいはい、あの時にやっぱりかなりの神社が、まあ、東海をまあ倒壊を えー、している中で、うん、なかなかやっっぱ資金面の目処が立たたなかったんですよ、はい、だから私も、まあ、実際に現地行ったんですけどもう鳥をくぐったらプレハブみたいな資、はい、電が、はいえー、なんかかわいそうだなと思いながら、うん、でただ一部新潟市が起点を聞かせて、はい、コミュニティセンターという形で助成をしたところも一部あるんですけど。うんはい、本当はそういうい 取り扱いであれば、はい、もっと多くの人が気軽にできると思うし、はい、私も今勉強会をこうにやってますけど、はい、本当であればそういう神社さんが持ってる三州殿的な部分が、うん、もう一般の、ね、町内の人にも解放されれば、うん、もっとなんか地元を使って何、はい、かできるんじゃないかなって考えてますよね。 活用こ,、ね、これあのこの番組でやったんですけど、はい、結局戦後ってこう公民館っていうものを作って、うん、あの国民とやっぱり神社とかあのお寺をね切り離す政策があったというふうにも聞いているので、はい、じゃあ逆やりましょうということで、うん、もうこれからその地域センターとかなくしちゃって、うん、そういうものを神社の境内とか。 にこう純和風で建てていきいい、ねはい、みんながおのずとなんか地域の行事がある時は神社とかお寺に集まるんですと、うん、ただその各から法人格だとあの宗教法人だとね、はい、なんかそう,いうこと政教分離だとか、うん、まあ本当はそれも違うんですけど厳密に言うと、うん、でもそういう人が出てくるので、うん、そうではないものにしてしまってそこにこう行政がね、うん、あのお金を入れていくというか、はい、まあ行政ってもともとは国民が出した税金ですから みんなでそういういいのを応援していくでそこに行く時にはこうちょっと着物で行くのがこうスタイリッシュなんだよとかうそういうとこ行く時ぐらいはみんな行っちゃうぐらい着物を持ってね行きましょうかというふうなう、ね、着物も今簡単なのがありますしねあの安くてまあそれは本当にどうかいいかどうかは僕も考えちゃうとこですけどあのナイロン製のね着物とかもありますし、はい、でも私昨日聞いたなんか着物を着て世界一周しているような若者もいるらしいですね。 えー、着物で世界を旅するみたいなことをやってる人がいるらしくて、えーはいはい、前あの知り合いが、はいまあ、邪道って言ったら邪道なんですけど、はい、でもあの、まあ、おしゃれなやつがいまし、ねはい、そねポール・スミスの,、はい、あの使われてないシャツの生地を使って、はいうん、ちょっと浴衣みたいなものを作って、はい、着こなしてるやつとか。えー いましたあのジーンズの生地とかうですね邪道は邪道なんですけどでも結局ファッションなんて時代とともに変わりますし、うん、これがかっこいいんだみたいなふうに、まあ、世論形成というかみんなが思い出すと「はい、え何それ」みたいな今思ってるものも何年後かにはこうおしゃれだって言われるようにはなるので何かこうそういうムーブメントですね、まあ、別に商業的なものが絡んでも僕はいいと思いますし。 やっぱそこの中に少しこうなんか日本の文化とかね、はい、伝統とかあ、まあ、そういう神道に結びついたようなものがもう一回こう復古できるとですね我々もこういう番組作ってる意味があるんじゃないかなと思います、はい、だからあの確かに本か神棚の話もそうなんですけど、はい、本物は確かに大事なんですね。でも、はい、物事にやっぱりステップがあって。うん だからそこで申し上げれば着物もまずはライトユーザーが要は市場性が担保されないといくらやったって無理なわけでそうすれば知る人が知るもう本当のプレミアムユーザーしか相手にしないっていうようなあの状況になりかねないんじゃないですか。 そうすると、その人は一部の人だけが数計しているものであって一般の人はもう全く知りませんみたいなではなくて一般の人もそのいくつかのエッセンスだけは必ず持ち合わせてるっていうのがここはやっぱ大事なところなのでだからまずはそういう着物の着こなしまあちょっとオイラン的にひどい着崩れをされてる方もいらっしゃるんでまあこれはちょっとやりすぎかなと思いまあ、あ,ありますけどはい、はい。程度の問題がね。はい ただそれを段階を踏んでいずれは本物を手に入れましょうよとやっぱり本物の着物だと50万とか結構値がするじゃないですか管理も大変ですしそれをいきなりやりなさいって言ってもそこは敷居が高いですからでも実際着物を着ると凛とするんですよね背筋がピンと伸びてだって大股開きできないわけですからそれだけでも姿勢が変わって。 そういうところからも少しあのコスプレじゃないですけど、はい、入っていくっていうのはまあ大事かなというのは。そうですよね うんまあ、コスプレじゃないですけどっていう話のつながりでいくと私なんか例えば安倍総理はあの国際会議に出られるじゃないですか、はい、G8 とか行かれる時とかでもなんかあえて着物で行っていただいて、ね、みんなスーツで並んでる中一人だけ着物で立ってるような姿を一度見せていただけると、うん、なんかすごく若者もねあなんかかっこいいとか思ってくれて。 なんかやっってくださったりあと皇、まあ、室の方々が何か出られる時には着物を出ていただいてもうそれが結構一般的によく日こ頃こ、はい、よくね着物を目にしてるとなんとなくそれが近づいてくるとか、うん、それからもうこれアニメと組んで。 あの着物アニメみたいな <laughs> 例えば今だったら映画で流行ってる「流浪に剣心」なんかアジアでも流行ってるんで、はい、彼は侍ですから着物着てるじゃないですかあ,<ー>ああいうもののコスプレをどんどんみんなでやってもらって、はい、あの着物を普及させるとか本当にこれやっていかないとなくなっちゃいますよねあと数十年ぐらい着物が。うい、ん、まあでもも最近少しずつ若い子たちも あのこの番組でも協力してもらっているキャリアコンサルティングの方々なんていうのは初詣で靖国に行かれる時はもう数百人で行かれるんですけど、はい、みんな着物で行かれてますから<ー>すごいですよやっぱ数百人の若者が着物で写真撮ってる姿とか、はい、みんなもこう振り返るらしいですからね<ー>僕も着物をゲットしたら一度こう便乗しようかなと <laughs> 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 思ってはいるんですが。 はい、ね、はいすいませんなんかだいぶ話が飛躍してしまいましたが <laughs> なんかそういう情報発信をこの番組を通じてやっていければいいですし何、ねはい、か当時さん企画される時言っていただければ、はい、我々もその趣旨にのっとってはい、はい、参加したいと思いますはい、はい、今日はありがとうございましたありがとうございました。